チを購入いたしました。すごいことです。しかも現金で、現金で買いました。はい、こんにちは。ディズニー大好きダンサー夫婦タクヤとスマです。はい、今日はね、サムネにもあった通り、はい、ご報告があります。なんでしょう。じゃあ1つ目、はい、1つ目は、松田クラブ再開するっていうご報告です、はい、お願いします、はい、もっとこうラフな感じでね、うん、みんなに役立つような、役立つような、ディズニー情報やったり、ちょっとユニバに行ってみたりとか、なんかカフェに行ってみたりとか、なんかそういう Vlog 的なことを、皆さんに発信していけたらいいなと思ってまーす。はい、じゃあ2つ目、深刻なんですけども。深刻です。はい、じゃあ2つ目、どうぞ。2つ目は土地を買いました。この6月に土地を購入いたしました。すごいことです。しかも現金で、現金で買いました。何ぼかは言わないといただきます。それは秘密でお願いします、はい、土地といっても、うん、お家を建てるというわけじゃなく、うん、お家は建てたかったんですけども、うん、またね、うん、次の夢として残しておこうかなと思っておりまして、何をじゃあ土地を上に建てるかというと、3つあります、うん、3つの施設が揃った建物を建てます、うん、まず1つ目、ダンスをしてるってことで、1階はダンススタジオ。いつかはやってみたかった、うん、ずっと夢やったから、まあそれでかなうかな、頑張ってやっていきたいと思います。ダンススタジオが1回目、1階に、まず1個目としてできます。ダンススタジオが1階にできます。テナトは2階建て、できます。おかしい、もうやり直すわ。タクヤが発表したいと思います。まあ、いろんなね、施設を融合した施設にしようと思ってるんですけども、一つは、スーパー映えなドリーミングな、ダンススタジオを作れたらいいなと思ってます。1階にドリーミングなスタジオを建てたいと思います、はい、そして2階に上がると、スーパードリーミングなカフェを作りたいと思います。イエーイ、これ2つ目でーす、はい、まあ、僕らディズニーがめちゃめちゃ好きということで、うん、まあ、フロリダのディズニーランドにも行ったし、上海のディズニーにも行ったし、うん、まあ、東京なんかも、ね、うん、年に何回も行ってるから、何ってんねんそう、だからそういうものね、いろんな、アート的なものをたくさん見てきたし、まあ、そういうことを、まあ、頭に入れ込んだ状態で、なんか自分たちが好きな、本当に好きな、すごい可愛いカフェ、うん、空間をな、食べ物もそうやけど、まず空間をすごく大事にしていけるカフェにできたらなって、していけるカフェえ、カフェね、カフェ、そういう僕たちの、いいところをね、うん、いいところとか、自分たちが見てきたいろんなものを生かした、うん、カフェを作りたいなと思っております、うん、絶対に可愛い。そしてカフェに隣接して、ドッグカフェもしたいと思っております、はい、イエーイ、ドッグカフェ、犬を連れてお茶飲めるってやつ。そうです、はい、まあ、僕が、まあ、ずっと犬飼ってて、でまあ、その子も猫飼ってて、うん、まあ、ずっと動物と2人とも好きなんで、ちょっとね、普通のカフェとは違うことしたいなっていう時に、うん、ドッグカフェできたらいいんじゃないかみたいな話もあり、うん、ちょっともうカフェと、まあ、その横にすぐドッグカフェがあるみたいな感じで、なんかそういう空間を作れたらいいなと思ってます、うん、今日はもうあれですね、解体作業を今日からスタートしていただきます、うんうんうん、まあ、それの
あの状態を一旦この動画に収めておこうかなと思います。はい、見てください、えぐいです、はい、中身は。ではでは VTR の振りお願いします。 VTR どうぞ。はい、じゃあ今日から解体工事入ります。入ります。一回見てみます。はい、どうでしたでしょうか。そんな感じで、中身は今大変なことになっておりますが、絶賛今日から2週間ぐらいかけて解体をしていただけるということで、はいはい、よろしくお願いしますという感じでございます、うん、はい、で、今後もこの松永クラブで、このスタジオがね、スタジオ&カフェが、出来上がっていく様をどん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  Vlog 形式で上げていこうかなと思ってます、うん、場所が出来上がってきたらそこでちょっと映像も撮りながらとか、うん、ダンスもしながらとか、うん、なんかいろいろなものをいろいろなこともねそこでやりながら、発信していければいいかなと思います、うん、まあちょっと1年ぐらいはかかるかな、半年、うん、半年から1年ぐらいは完成までかかると思うので、この動画を通して少しずつ、できていく様をここに記録していければなと思ってますので、皆さんよかったらぜひチャンネル登録してチェックしてください。じゃあそんな感じで、今回のこのコーナーの名前にする新曲、タクヤとスマコのドリーミング計画という、コーナーにしたいと思います、はい、今日はタクヤスマコのドリーミング計画ボリューム1でしたね、うん、ボリューム0と言ってもいいですけど、ゼロやな、ボリューム0、うん、ボリューム0ということで、0、次が1、どういう感じにいってんの、0の次が1。じゃあ楽しみにしておいてください。ドリーミング、何やったっけ、計画、タクヤスマコのドリーミング計画、はい、ボリューム0はこれにて終了。またボリューム1で会いましょう。バイバーイ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。